今回はねえラクス、お弁当2人分にしては多いよねに対するネット民の反応集です。面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。このシーンのお弁当やっぱり2人分にしては多くない？すごく朗らかな光景だけど、小説版だと仕事の話以外の話題を振っても純小録に反応しないんだよね。多分またラクスがイラついて品目増やした。キラ、この狭い箱の中のお弁当の中身の問題なんて、この世界の広く複雑で混迷を極める情勢と比べれば些細な問題ですわ。うん、でもね、ねえラクス、サンドイッチ多くない？仕事の話振ってもなんで僕に聞くの？だぞ。コミュニケーションスキルがかす。メンタルちょっとヤバい方向行ってるから序盤の順調。バルフ君もっと丁寧に動けばいけたんじゃない？すれ違っちゃってるよねこのシーン。まあ精神的に疲れてるとはいえ、オフに仕事の話を切り出すラクスも悪いけど、その前に昔の知り合いの話とか出してるけど空返事だから、仕事の話したらようやく反応してきた。そしてキラをそんなにしてしまったのは自分という自責の念もあるぞ。ぶっ壊れてるのもお互いのためを思ったゆえなのが、まあ結果的に盛り上がったからいいか。お互いを思いへのすれ違いって美しいですよね。お、別れ話まで切り出す寸前だった。ラクスは僕たちを裏切ったんだとか言い出して、あのベルト服で徘徊し始めた時はもうどうなるかと思ったよ。親友同士の殴り合いでメンタル回復してよかったよ。殴り合い一方的。メンタルの問題がでかいとはいえ、そもそも重傷は恋愛には超奥手だということを誰か吹き込んでやるべきだったのでは。力だけが僕の全てじゃないって前は言ってたのにね。メンタル擦り切れ気味だった理由がラクスに渡せるもの何もない、世界どうにかして平和を渡さなきゃってなってたのが原因って考えると、別れ話はとどめの一撃になりかねなかったのでは。シードの時はマタラクスの方に負い目もなくて、キラがそこまで壊れてないんで結構グイグイいけたんだけどね。試したら2年経ってもベルト服持ってるキラは何なの？ラクスもあの忍者みたいな服どっから持ってきたんだ？キラは戦いを終わらせることができない自分に無力感を感じて抱え込む。ラクスはそんなキラを見て、自分がキラを戦いに引き込まなければこんなボロボロになることはなかったんじゃ、いっそ自分から離れる方がキラの安らぎなのではまで思い詰める。しかもキラの方もラクスに平和をあげるんだって戦ってるもんで、すごい堂々巡り。もしかしてアスランがぶん殴ってお説教したのってめちゃくちゃ重要というか、アスランにしかできなかった。アークエンジェルの連中はそもそもキラを戦いに巻き込んだ張本人どもだから無理。ずっと頼りきりで弱いと言われても強く反論もできそうにない。まあ他の人たちは多かれ少なかれキラに頼ったりキラに守られてきた自覚があるので強く生きないからな。真正面から当たれる親友のアスランにしかできない役割だった。キラは表面上取り繕ってばっかだったから、もっと本音を爆発させろと。そしたら殴られた。あそこでキラとラクスの両方をよく知ってるのはアスランだけだからな。あとキラを遠慮なく一方的にタコ殴りにできるのもアスランだけ。今後もアニメや声優さんに関する動画投稿を行っていきますので、興味がある方はぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。